1999年1月、スターレットに代わって登場したトヨタの新世代コンパクトカーが初代ビッツだ。開発コンセプトは21世紀のコンパクト車の新しいスタンダードの提案。この車から生まれた数多くの派生車種も含めて、まさにその後の日本の自動車シーンを変えたモデルで、ヨーロッパではヤリスと呼ばれる。完全にゼロから設計されたボディは剛性や静粛性に優れた仕上がり。全長3610ミリ、全幅1660ミリ、全高1500ミリと小ぶりだが、そのサイズの中に大人5人が十分乗れるキャビンが構築されている。ボディは3ドアと5ドアの2つがある。スタイリングは脱日本志向の洗練されたもの。丸みを帯びた塊感のあるデザインは世界中で通用するレベルの高い造形である。その丸さはインテリアにも生かされている。車内は未来的で飽きのこない雰囲気で、ケーキ類はシンプルで革新的なセンターメーターを採用。収納スペースも多く用意されている。両席エアバッグ、 ABS、 ブレーキアシストなど安全装備にも抜かりはない。エンジンも完全に新設計だ。当初は70馬力の1リットル直四 DOHC のみだったが、すぐさま88馬力の 1.3 リットルを追加。2000年には110馬力を誇る 1.5 リットルモデルも投入されている。主力グレードはエアコンなどを標準装備した F だが、ヨーロッパ仕様の足回りを持つユーロスポーツエディションやワインディングも楽しめる RS というスポーティーモデルも投入された。こうしたラインナップの中でも異色のビッツといえるのが、2003年に登場した RS ターボだろう。 1.5 リットルの RS をベースにターボをボルトオンしたこの車は、なんと150馬力を発揮するジャジャ馬だった。